これ登ってもらってまあまあきついなこれ傾斜ありますよね。ああ滑るしかも。おお。ちょっとじゃーん。今日の場所探しした中ではここが比較的一番イージーです、ね、マジっすか。はい、でも全然つってたよやばい大丈夫です。よっしゃ、割り先やってやる。恐ろしい色してんねこれ。ここ多分ライン汚れる系のやつですね。ねえせっかくライン新しくしたのにフリーリーグ釣れるんだよな。やっぱフリーリーグ、うん、今みたいな季節だと結構浮いてる魚が多いじゃん。そういった時に進化だけ先落ちて、その少しこう広がりながら落ちていくじゃん。で最後ノーシンカーで落ちる感じがいいのか何なのか分かんないけど釣れるんだよね。ズルズルしてる時の姿勢もいいしね、ワームの。うん、こう回らないというか水平保ったまんまズルズルできるから、ボトム這わせてるんだけど結局シンカーの高さがあるじゃん。それでなのか何なのか姿勢はいいよね。すげえ新しい色になるぞ。こんな色も久しぶりだな。こんな色みんな僕ら慣れすぎてて何とも思わない。そうだろうな。この辺ちょっと深さがある。なんかコン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 小づいていきません、たまに。怪しい。これそうだろ。よし、こんなこの子たちじゃないのコンコンしてんの。なんかすっごい白いけど大丈夫この子これウケる。三浦さん大丈夫ですかこれ。あれちょっとおかしいかな。ちょっと違いましたねまあ貴重な一本。かわいすぎる。そうだ、あのご紹介遅れました、三浦さんです。あ、どうも三浦です。和歌山の野池名人三浦さんですよろしくお願いします。もう今日はずっとお世話になります。どうしようかな、ちょっとどっか移動しようかな。大丈夫だよ、でも野池ってこういうもんだって知ってるからうわすげえな。これのちょうど この水路みたいなとこからインレット多分水中でファーッと出てるんですよ。なんであの辺ちょっといい感じです。じゃあどうかその辺から、はい、これはとりあえずあれだな、モコリーでやってみよう、フリーリーグで。うん、
うん、まあ行ってみよう。いいね、なんか何にもないって感じで。当たった、食った。うわー、ちくしょう。俺も食ったんだけど、俺は乗らなかった。ごめんなさい。よし、ああ、はい、ちょっと小さいですけどね、バスパムの6号ミディアム、結構軽めのシャロークランクなんですけど、まあ、ML みたいなフィーリング、普段 ML で投げてたんですけども、これに変えて ML と同じフィーリングで飛距離も申し分なく投げれますね。使いやすいです。来た。結構ど真ん中にいるんだね。ちょっとサイズ上がってないか。えい、真ん中系やってみよう。はい、バスバーン。なんかたまにこの本当に MH と M と分からんくなる時ありますね。このフィーリング一緒で。そうなんだよね、うん、ありますよね。そう、差がねえんじゃねえかとか思う。そうなんですよ。でも違うんだよね、うん、やっぱり M はやっぱもっと軽いの投げれるもんね。そうですね、投げやすい。ほんと投げるときなんか ML になってるぐらい投げやすく感じるんですよね。え、うん、65MH シャッドテールでちょっとカバー絡めてたらもうちょっと大きいと思ったんですけどね。はい、マジ浅いんだ。おお、しゃ、ハガフィッシュ。しゃ、イエーイ、釣れた。カバー周りで来ないね。カバー嫌ってんのかしら。なんかカバーとかはいつも三浦くんが来るからもう嫌だっつって。パパ沈みされる。そうだ、やめちゃってんの。寄らないようにしようと。みんなで組合で決まっちゃったかもしれない。バス組合で、和歌山野池バス組合。カバーはつかないわ、やられちゃうから。迷惑な団体の三浦っていうのにやられるから。やめといたらいい。そんな組合ができてる。超迷惑。昨日川辺さんここで60上げたんですよ。そういうことやっちゃダメじゃん。やってしまったんですよ。本当に。60なんじゃそりゃ、マジか。多分3キロ余裕ぐらいの。本当に、はい、やば、びっくりしました。 そりゃびっくりするよな。全くなかったんで、40ぐらいの釣れるエリアないかなと思って、うん、はい、クランク巻いてたら来た、来ました。びっくりしました。やべえ、デックスやばいじゃん。デックス。え、あの亀の下にいないかな、60。当たった。お、乗った。お、ちょっと抵抗してる。すごい、なんか釣りしてる感じ。嬉しい。カメの下にいたよ。あ、ちょっといいサイズじゃないですか。よいしょ、重たい。イエーイ。やった、カメの下くん。
亀の下くん来ましたよ。亀の下くんいたよ。亀の下にバス、ウィーウィーシュ。それ誰か違う人だったやっぱなんかしないど真ん中なんだよな、不思議。よいしょ。お、ドラマグなんじゃないの。あっくー、上がれ。いや、ドラマじゃないなえい、じゃんじゃん。食ってきちゃうんだよな、歯が。 これ50センチぐらい見えないかな。一応やっときましょう。一応やっとき、シャキーン。あ、寄せちゃダメだ。こもうやめたがってるの見えてるじゃんドラマだな。またちょっとあっち行ってみるか。沖釣れるかな。沖釣ってる。お、ドラマ魚。ふうふう。おお、ドラマ魚だ。ドラマ魚だよこれ。よっしゃ、ドラマ魚やった。ほーらほら、でかいドラマ魚。イエーイ。この太鼓、いい太鼓じゃないですか。元気じゃないですか。はぁ、歯丈夫、すごい。ザラザラ歯が、ほら。しゃ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日、いえいえ、とんでもないです。なかなか厳しかったですね夏だからね。思ったより夏でしたね。暑かったよね今日は。とんでもなく、しょうがないよ、ベトベトっすね。朝はちょっとモーニングバイトだった ね、 多分ね。そうですね、うん、あの時間に、まあでもあの時間にこういうところに来れたから良かったです、はい、まだね、魚見れたからいいよ、うん、もう見れないよこの暑かったらサイズじゃない感動がね、ありましたね。そうそうそう、何度かありましたね。そう、はい、釣れたっていうその実感がいい、はい、しかもあの野池っぽく沖に投げて釣れる超嬉しい。カバーやんなくていいみたいな。カメさん教習役こいつですよ。この話しとかね。さあこれ主役、はい、こんなのどうでもいいんだよいやいや、これ今日これで使って僕たち釣りしたんですよ。いや、もうこれはだって僕作ったんだもん。いいに決まってんのもう自画自賛になっちゃうんで、使った人がどうぞって感じ。重宝します。あ、でしょ、うん、振り抜きやすさやったりとか、うん、あと、まあ、汎用性、うん、軽いものから重いものまで。そう、あの、うん、6行にあえてしてんのは、まあ、6QMH っていうヤバいの方のファンタジスタがあるんでっていうのもあるんですけども、はい、
まあ、6号にして、でも飛距離ねそんな変わんない、全然、うん、6球もいいんだけど、うん、6号の方が取り回しがいいし、はい、やっぱねこういうところのさ、例えばあそこの下にピッとかやると、うん、6球だとさ、まあ、手首痛めちゃうんだよガシャってなりますしね、やっぱ6号でピッてやった方が楽だから、うん、確かに、うん、野池にはいいよねっていう感じね、なのでございますよ、はい、はい、楽しかったです、楽しかった、ありがとうございました、ありがとうございました、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。Produced by Abu Garcia.